EFM エアラクーダ飛行する XFM-1B36 から351号機 EFM エアラクーダは第二次世界大戦前にベル社がアメリカ陸軍航空隊向けに試作した戦闘機である4発銃爆撃機を護衛する目的で開発された双発機だったが飛行性能が悪く開発中止となった愛称のエアラクーダは空飛ぶバラクーダの良いまた EFM は Y が増加試作機、F が戦闘機、M がタザという意味である。モックアップの風洞実験の様子1936年にアメリカ陸軍航空隊は当時開発中だった B-17 爆撃機を護衛するための長距離、護衛戦闘機の試作仕様を出したが、これに応募したベル社の案が採用となり、陸軍航空隊は XFM-1 として、 試作機一気に36から351の製造番号を与え発注した。1935年に創設されたベル社としては、この機体が初設計だった。XFM-1 は、全幅20メートルを超える大型の総発機で、セミモノ国家構造の全金属製の機体に、低翼単用型持ち式の主翼を有し、主脚は半引き込み式であった。エンジンは、 ターボ化吸機付けのアリソン V-1710 から13を搭載し、プロペラは推進式になっていた。そして、エンジンナセル全部は有人銃座となっており、ここに 37mm 機関砲を1問ずつ搭載していた。機関砲は銃手が直接操作するほか、広報士が遠隔操作することができた。胴体側面にも、累積型の風防付けの銃座を持っていた。また、 胴体には爆弾層が設けられていて、敵機に当てて撃墜するための1 4ラム航空爆弾を20発搭載することができた。XFM-1 の1号機は1937年9月に初飛行した。しかし、最高速度は計画値より、時速3 7トルも遅かった。飛行性能も単発戦闘機と比べて大幅に劣るものだった。しかし、 アメリカ陸軍航空隊は1938年5月に開発テスト用の増加試作機 EFM-1 を13機発注した EFM-1 の1号機は1939年9月に初飛行したこの機体は当初 XFM-1 と同じアリソン V-1710 から13を搭載していたがテスト中に爆発事故を起こしたため途中から ターボ加球機なしのアリソン V-1710 から23エンジンに換装した。以降の機体はみなこのエンジンを搭載した。また、機体の細部の形態も XFM-1 と異なっていた。ターボ加球機がなくなったことにより、ナセル側面の張り出しはなくなり、エアインテークはナセル上面から主翼の外翼部に移された。またプロペラにはスピナーが取り付けられた。 主翼と胴体はそれぞれ延長されていた。武装も 37mm 機関砲の配置は変わらないものの 7.62mm 機銃の配置は機種に2丁、胴体後部背面に1丁、下面に1丁となった。しかし EFM-1 の飛行性能は XFM-1 同様貧弱なものだった。速度は XFM-1 よりもさらに遅く、本来護衛する。 はずの B-17 を下回った。また、鈍重なためスピンロールや宙返りができないなど、戦闘機としてはあまりにお粗末な運動性能だった。このほか、運用面においても、エンジンが冷却不足のためオーバーヒートしやすく地上化走掃除は、自力で走れない手にや、エンジンナセルに設けた銃座の居住性や安全性の問題などがあり、実用化に向けては問題点が多すぎた。 それでも一部の機体を三車輪式に改造するなどの改修を行ったが高すぎる機体費用が決め手となり EFM-1 は当初発注分の13機だけで製造終了となった。その後1942年には全機が地上教材用に回されそのままほどなくスクラップ処分となった。ありがとうございます。